はい、順天堂大学の白澤です。最近出たこのココナッツミルクダイエットの本の中にですね、有効に減量するための方法というのをちょっと紹介させていただいたんですけども、皆さんがこのココナッツミルクを摂取しますと、皆さんの肝臓でこの中鎖脂肪酸がケトン体というものに変換されます。この中鎖脂肪酸というのは皆さんが知っているその長いタイプの長鎖脂肪酸に比べてですね、とっても健康的な脂肪酸だということが分かってきました。そのココナッツミルクが注目されているということなんです。実は若い人にすごく人気になっていまして、ダイエット効果があるということなんですね。ドクター白澤のココナッツミルクダイエットには糖質オフヘルシーなレシピが満載です。この本にはカレーをはじめに野菜のスムージー、スープ、デザート、お肉やお魚を使ったレシピを掲載してあります。それにココナッツミルクは和食にもぴったりです。この本の中ではレシピを見ながら一目でわかる栄養成分表がついてあります。この本には美味しいレシピたくさん載ってます。美味しいです。この本の中にはそういう家庭で実践できるそのメニューというのがたくさん入ってまして、ココナッツミルクがどうして健康にいいのかというですね、そのメカニズムの解説から有効にダイエットをするための摂取法、それからさまざまなその料理に使うレシピが含まれてますので、料理にも使いやすいということで、皆さんもぜひこの本を買ってそのダイエットを実践してください。